それではストロークの練習をしてみましょう。ストロークというのは弦をこう弾くようなやり方なんですが、通常はダウンストローク、もしくはアップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、これはピックもしくは指でやりますが、女性の方々は出てしてこう指を使う弾き方の方が好きなようですので、まあ、今回はダウンストローク、親指でのダウンストロークをやりましょう。少し上達すればアルペジオというこの指ですね。という弾き方もできますが、今回は簡単なストローク、ダウンストロークだけでやってみますね。こちらの、コードの方は通常押さえつつ、指の方はリズムに乗ってダウンストロークします。これだけで十分だと思いますね。